こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、はい、何も書かれていない袋ですが、これはホビーオフで買ってきたものなんですけども、ちょっとね、いろいろとあるんですけどもね、かなりのお宝だと思います。ちょっと全部出してみますね。はい、ロックシードとかね、9玉とかありますけども、こちらなんとですね、これ108円なんですけども、それ以外のこのロックシードとかメダルとか全部54円です。54円です。で、何がすごいかっていうと、この9玉に関しては、はい、これエンプティなんですね。これもエンプティです。で、この108円のもエンプティ、これがもう54円なん で、これジャンクに紛れてましたから、これはかなりのお宝ですね。で、このキラキラメッキのベートーベンゴーストアイコン、ちょっとまあ傷がついてね、くすんでしまってますけども、これもね、メッキなんで、レアはレアですから、これが54円というのはすごいお宝じゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、メダルが1個54円っていうのはね、まあ、妥当かなと思うんですけどもね。ロックシードもね、もう108円かなと思ったら54円だったんで、まあ、これはラッキーだなと思いますね。はい。で、このメダルはコンボになるものをね、選んできたんですけども。まあ一応全部僕コンボになるものは持ってたんですけども、もう一周回ってね、全部もう一通り集めようと思って、こちらのね、先日紹介したと思うんですけども、こちらに今、こんだけあるんですけどもね、カマキリ、ライオン、サイ、ゾウ、ウナギ、タコ、ティラノ、この辺はセルメダルで、これはね、これがダイキャストじゃないエビなんですけどもね、後々ダイキャストのものをね、揃えたいんですけども。で、ここに、今回買ったものを加えてですね、まずプトティラが完成しまして、で、クワガタと、バッタで、ガタ切り歯、そしてトラ、チーターでラプラータ、そしてゴリラで、サゴーズもね、できます。これで4コンボできましたね。はい、あとは、シャチとタジャドルと、ここにブラカワニが入って、エビカニサソリでね、これで完璧と。で、これを揃えたら、このね、こういう塗装ハゲがあるんで、まあ、全部、これね、分解して、まあ、キャンドゥかなんかのね、ゴールドでここは塗ってですね、で、このメダルの方の、ここね、IC チップがだいたい見えるんで、これを隠すように、裏面からシルバーで塗装して、まあ、CSM 感を出そうということをね、やってみようかと思います。まあ、こっちもね、裏面の中の方からですね、まあ、分解してね、塗装したいと思います。はい、まあ、メダルの方はね、あともう少しで集まるかなといったところで、おまけでリュータロスをね、買ってきました。はい。で、9玉の方は、この54円がね、こちらのウルフ9玉エンプティ、オース9玉エンプティ、そして108円が、天秤9玉のエンプティ、
これはねガシャポンのレア枠で、あったんですけどもね、まあ、僕これ一個も持ってなかったんで欲しかったんでね、まあ、コレクションとしてはいいかなと思いますね。はい、ロケットスイッチはちょっと今、改造しているものがあってね、それに入れようかなと思ってこれを買ってきました。はい、そしてラストこのロックシードはちょっと、音声を鳴らしてみたいと思いますね。電池をまず入れます。はい、ということで今回は、ホビーオフで買ってきたものをご紹介しました。僕がよく行ってるところはね、まあ、何箇所かあるんですけども、まあ、そこでも、まあ、大体ジャンクだと108円とかなんですけども、まあ、その中の1箇所は、まあ、ジャンクがね54円になってるんでね、ちょっとこれ今回やっと気づいたというかそこはちょっとその54円というところは狙い目かなと、やっとね今回気がついたので。しかもね、このエンプティの9玉なんてなんでここにあるのかなっていうね、やっぱりね、そのあのこのいやらしい話になるんですけども、その店員さんがね間違えてここに入れちゃったみたいな、そういうのはあると思うんですけど、その辺を狙い目とするならばまあ結構いやらしくて姑息な話になりますけどもそういうところを狙ってね今回、まあでもちゃんとこのジャンクに入っている、まあ、正当にこのジャンクに入っていたものをね、僕は選んだので、そこは何も文句は言われることはないと思うんですけども。なぜね、このレアのね、エンプティ9玉がジャンクに入っているのかというのがね、ちょっと僕わからなかったんですけども。まあ、そこまでその価値がね、下がっていたのか、その店員さんが間違え、そのね、レアっていうのを知らずにね、
入れたのかっていうのはね、僕わからないんで、まあこれはここにあったんで買うしかないなと思って買ったまでなんですけどもね。わざわざこれはレアですよって言いに行く人もいないと思うんで。なので僕はね、これを買いました。まあわからないですけどね、その本当に価値が下がっているのかもしれないですけども。まあたまにこういうお宝があったりすると、即買いでね、買ってしまいますけども。はい。まあ今回ね、衝動買い的に買ったという感じなんですけどもね。まあこのメダルの方は、前からちょっと探していたんで、まあ今回ね、結構コンボが揃ったんでね、よかったなと思うんですけども。まああとはこのね、ロックシードも。レジェンドのロックシードを今僕集めていまして、この前ね、一気にね、鳴らした動画を出しましたけども。まあ今、仮面ライダージオウが始まってね、このレジェンドライダーが注目されているなと思ったので、これと合わせてね、音声とか比較できたらなと思いますね。まあ、他にもね、過去の仮面ライダーの中でそのレジェンドライダーアイテムがね、出てくるんでね、その辺も今後ね、集めていけたら、ジオウと合わせて楽しめるんじゃないかと思いますんでね。これは結構皆さんにもおすすめですね。この過去の仮面ライダーの玩具のアイテムでね、まあ、レジェンドライダーのものを集めて、ジオウの方のライドウォッチと、その過去のライダーのレジェンドライダーアイテムをね、比較してみるというのはすごく面白いなと思います。はい。で、まあ、ゴーストアイコンもね、本当にたまにこういうメッキのものが、ジャンクで売ってたりするんでね。僕はこのベートーベンとか15偉人のキラキラメッキは持ってないので、それはちょっと集めていこうと思いますね。今回はね、結構お宝がいっぱいあったなと思いますんで、ホビーオフの方はね、毎週行ったりするんですけども、まあ、こまめにチェックしてね、またいろいろとお宝をね、探してみたいなと思います。はい、ということで以上、トイズガオでした。ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。